ドラフト変わってない。You will not get all of the same tools this time around because Damwon can't. Whereas, for example, the weak side Mordekaiser could have been a Gragas, like you were kind of mentioning, like could be he could have picked last time around. Didn't end up being the case, but like you can't really target ban Damwon Kia's playstyle. Whereas Damwon Kia could take away the Pike, you know, and mess with you a little bit. They could take away the Zaya if they're feeling frustrated about dealing with that one. Obviously.Didn't end up being the most impactful of the five champions in the last draft, but oh, Gwen. やっぱり Gwen ban されたくなかったんだね。Early blind Gwen, so that it doesn't get banned in the second phase like it did in game. ただこうなるとエズを取られるんだよな。そこどう考えるんだろう。エズ取るかな。Fun matchup to play into Camille and can match her later on inside very well and does a ton of damage.ディエゴ取ってトップ3決めた方がいいけどね。あ、エズ取った。エズ is not an issue unless you know he arcane shifts into a flash taunt. Again, there was a lot of shade thrown at Duck Dom on the desk, but like. さあ、グエになりだす。I'm just kind of calling back to what they were saying, but I think it was more of a proactive play from Pico. It was a huge mistake from Duck Dom, but at the end of the day, I think the pick is very strong. We saw that one overextension T1 had. Bratto. Kicked him and just couldn't kill him.It was a very strong pick in the last game, and it will be here too. Gwen にもカミール、ガリオがいるから関係ない。With the Galio here, you're not going to be like, never mind. I'm just going to have Galio without Camille into this composition. You have to pick it. なるほど。We will see the same Poppy ban because it's busted against T1's comp. That's not going to come through. They do get an extra. いや嬉しいですね。LCK でいっぱいガリオが見れて。Because the Gwen is picked. Yeah. Instead of the Karma, they could just ban the Karma. というかなんか T1 の考え方がちょっと変わったね。今まではレートゲーム、レートゲームってやってさ、なんとか勝ってきたみたいな試合が多かったじゃないですか。レートスケール、レートスケール、レートスケールって考え方だったのが、この試合はどっちもスノーボールを狙って、ちゃんと。ファイトして勝っていくみたいな。なんか急に変わったね、T1。ドラフトの思考が。なんか今まではセナのティアが自分たちの中では高くて、後期のティアが高かったんですけど。あとエズのティアも高かったですね、T1 の中で。やめましたね。LPL 研究したな。てか、スクリーム組んでんだろうな。ほーら、スノーボールゲームじゃん。もう全然違うよ、今までの T1 と。ガリオはね、どの構成にもフィットするし、強いっすよ、普通に。チャンピオンパワーある。マジで。ただ唯一の弱点は自分でちょっとダメージ出しづらいのと、ミッドのコントロールが、そのガンクプレッシャーがないとコントロールできないっていう、その2つだけなんですよ。ガリオの弱点って。要はメレーチャンピオンだからミニオンに触りづらいから、レーン主導権取られると弱い。で、やっぱ他のチャンピオンより CD も長いし、あの近づかないとダメージ出せないから、ダメージが出しづらいっていう、この2点だけ、ガリオの弱点は。だけど、サイドレーンを勝たせる上で、このチャンピオンはめっちゃ強い。それをなんか、レンジにして CC を少なくしたのが TF みたいな。いや、いいですね。もう T1 の構成大好きです。もうスノーボール構成じゃん。これでいいんだよ、これで。もう変にさ、レートスケール構成とかしなくていいんだよ。スノーボールできるチームなんだから、T1 は。何でもできるね。というか、ガリオって、例えばサポートがメイジでもエンゲージできるじゃないですか。あと一人誰かいれば。
入っていくチャンピオンさえいてくれればさ、こいつ一体で集団戦作れるんで、チャンピオンの性能が。もう R で入ってさ、ダブル使ったらもう集団戦作れるじゃん。プレデターフラッシュインダブル詠唱したらもう集団戦作れるじゃん。そういうチャンピオンってマジでいないですよ。農地とかが起用頻度が多いのがそういう理由ですね。農地って9振って当たってさ、R 誰かに打ったらもうファイトできるじゃん。グエンもそうだね。R 振ってさ、誰かがスローになってダブル展開しながらチェイスしていけば集団戦になるじゃん。でもノクターンの R って一人で入っても集団戦にならないじゃん。もう一人ついてきてくれないと。ノクターンだけが序盤はなんとかなるけど、終盤はノクターンだけが潰れちゃってデッドするとかになってくるから、ノクターンは中盤ぐらいまでなんだよね、影響力出せるの。終盤はもう一人必要になってくる。 ADC が倒せなくなるから。まあでも一番きついのはガリを取った時にジャングラーがガンクしてくれない時がいっちゃんきついけどね。ガンクは絶対しなきゃいけない。サポートのロームプレッシャーとかをミッドにバリバリ出さなきゃいけないから、そこがちょっとチームとしての運用が難しい。でそれした上でミッドのスノーボールを狙うチャンピオンじゃないからね。普通はミッドの主導権取ってさ、視界取ったらさ、ゾーイとかって 1v1 でさ、ポークしてうひゃーっつってなんかキル取ったらスノーボールしてくじゃん。視界だけ取っとけばずっとレンプッシュしてタワーがなんか勝手に削れてるしみたいな。ガリオはそういうチャンピオンじゃない。準備したらサイドレーンのチャンピオンたちに還元してくれるっていう、ちょっと特殊なんだよねこいつ。It feels like it will just have to be used as re-engage or just, as you mentioned, kind of stopping the fight and... これは分からんで、ノグリ。There is a relatively large wave, but it's not huge. Onar also does not have red buff. He skipped it to make this happen. The queue sails wide. レベル3になれるか、カミルが。カミルレベル3になりたい。なった。オーナーがスマイトでミニオン倒してレベル3に強引にさせたね。さっきのゲームはガリオ・カミールにやられたっていうよりはドッタムがキャリーできなかった方が大きいかな。ガリオ・カミールはなんとかモルデが抑えてたけど、カミールのスケールに対してモルデがちょっとついていけなかったっていう評価じゃないの。 1v1 で負けたから。どっちかっていうと、And here in the LCK, we don't really like Jax. We don't talk about Jax. We don't. He doesn't even have a real weapon, so like, it's not that cool. Yeah. To be honest. LCK teams don't like him because he doesn't team fight as well. Okay, this is very aggressive, but it should be enough. Showmaker not even going to flash. これやるときついんだよな。フラッシュでも使えない。これでフラッシュ使ったらさっきのゲーム1と同じだから。ガリオにミッドレーンコントロールされてサイドがもうどうしようもなくなってゲーム終了になっちゃうから、ショーメーカーはフラッシュ温存した。E1 復活ですね。なんだ。今までの瞑想は一体何だったんだ。
いや、そうだよな。てか、力、うまいんだからスノーボール構成でいいよね。今まで4、50分ゲームやってた T1 はどこに行った？俺たちの考え間違いだったって自分たちで証明してるけど、ゲーム内容。ちゃんとスノーボールしたら、ちゃんと勝てますって言ってるけど、これ。これしばらくあれだね、フェイカーのガリをターゲットバンされるまでガリをワントリックになりそうだね。 T1 ってそういうチームだし。うまくいってるチャンピオン擦る傾向あるからな。いやー、これできるんだったら安尾ダイアナとかやりそう。安尾ダイアナ、アニオンはビエゴを取るべきだったよ。One death on the board early for him. Callista has an early kill. You know, Zeus has an early kill on the top side. これ逆にダムワンはマジで超レート構成ですからね。レートスケール待ちです。エズのスケールを待って、グエンのスケールを待って。ノクト TF でなんとか序盤しようっつってるけど、ガリオとリーシンのチャンピオンパワーに序盤崩れちゃいましたってやつですね。T1 が難しいのは、ちゃんとヘラルド取ってミッドタワーの CG をしていかないと難しくなっていく。まあタワーダイブはでもイージーな構成なんで、バード取ったの多分そこなんでしょうね。理由はカリスタ見えてリフトヘラルド取られたとしてもバードのアルティメットでカバーしようみたいな、タワーなんとかして守ろうみたいな形なんですけど、ケリンがさっきデッドしたんで経験値ちょっと6レベルこれ足りないと思うんですよね。ファーストリフトヘラルドアタックはもうバードのアルティメットで守れないの確定してるんで、やっぱ取り行きますよね。そうですよね。この構成なら取らないといけないし、ミッドにリフトヘラルドを出さないといけないですよ、T1 は。アリスタのボットレーンに出しちゃいけない。いや、ミッドに出せばいいんですよ。ヘラルドを2回ミッドに出すんですよ、カリスタの場合は。まあでもタワーダイブめっちゃ強力な構成なんで、T1。できないこともないですけど、結構な有利がいりますね。タワーダイブするには、アウタータワー、ミッドのアウタータワーって。あとグエンが怖いっす。グエンが TP してきてアルティメットかすったら結構な確率で2、3人グエンに捕まるみたいなのが。バードのアルティメットでなんとかしてこうリフトヘラルドアタックを阻止したいでしょうね、ダムワンは。それが2回成功すればまだレートスケールで勝てる見込みがありますけど、6レベじゃないから止められない。6レベなれるか。なった。おお、間に合わないね。いやー、めっちゃいいじゃん T1 マジで。これで LCK のメタがちょっとだけ変わるかな。
significantly ahead in CS. Good matchup for the Gwen, even though she got punished for being aggressive earlier. You know, Ezreal still maintaining good CS. He's been under a lot of pressure. His support died once, but he got a plate, still scaling. T1 are only 1,000 gold ahead, so by T1 standards, terrible game. Yeah, I mean, if you look at some of the champions they're running and the amount of setup, especially the Kalista, Faker's actually going to have to hop out of here. Definitely a very strange, heroic exit as now Showmaker's in behind them. The Tempered Fate comes in, and the Justice Bug is going to hit Showmaker. The Immediate Grab comes in, and Duck Dom is dead again with Flash. Not sure what it is about Ezreal's in this week. PC がないから勝てない。Now that might just be even more. Canyon is being run down here. It's looking likely they. この時間のカリスタですよ。あ、フェイカーがドラゴンにやられちゃいそうです。誰か助けてあげて。We might even skip worst. We might just go straight to worst with how this is going. But it looks like first loss for Duck Dom on Ezreal was last game. Might get a second in a row here. Because things are just looking real. ダムアンはここは戦いに行きたかったんでしょう。ガリオの体力を削れたから思ってる以上に。He punches himself in, then has to ult. Yes. And then he comes over here. And Showmaker decides to ult follow here behind. And Duck Dom's on the edge. So like, oh, we could pick Faker. Watch Duckers. ただノクターンのあるが結局飛び込めず。のうち、エズがフックで捕まってなんかそのまんまデッドして。またドッタムがやらかしたな。ドッタムなんかずっと良くないね。Like, oh, he's almost dead. Let me hold for this. We're going to play for this. Like, the shot calling is clean. Everyone's like, all right, we're all on the same page. We're trying to kill Faker here. Yeah. But you're going so deep into a comp that has so much CC. Like, don't do that. Yeah. It's like 4v4. You've got a low health member. If Canyon is there and he can paranoia Faker, you can set something up. But what they didn't know is that it was actually 4v3 because Duck Dom didn't exist. セカンドヘラルドを取れる前にボットのアウターを取ったら T1 勝ちです。Gonna have to see some Duckers E in the chat for Duck Dom after this. Maybe we should apply the side up to him in this one. ボットダイブ考えていいと思いますよ、T1 は。The craziest part about this is you're trying to dive onto. てかまあするべきでしょうね、ボットダイブ。Like this is where I have problems with the Nocturne too. I'm like, if you try to do this. 今カリスタが3キル持ってて。Anticipate Nocturne, oldest duo in the book. Like, oh yeah, we can get him from a million miles away. But who do you get? Like, you're actually trying to get on top of the comp that's full function is to run at you. Duck Dom's like running at this comp, but you're running at this comp, man, and you die. I'm sorry. You're not supposed to be close to them ever. I think this is a huge drag. サイドにプレッシャーかけて、サイドのカウンターエンゲージを警戒しつつ。Yeah, I mean, it certainly does feel that way. I think after game one, they からリフトヘラルドを出すというのが理想形ですけど、ボット行かないんだね。トップ行くんだ、この段階で。ちょっと意外、ボットでいいと思うけど。ほら、グエンを舐めちゃ飽きまへんって。なんでトップなんだよ。ワードの置き方からしても、どう考えてもボットだろう、T1 がやるべきことは。T1 though they were there, they were set up, they were ready to pull this off, and then Canyon's able to get to the backside, but also the amount of needlework damage as you pointed out in the play-by-play from Nuggery was. Yeah, Gwen を交えての集団戦って今一番ダムアンがやりたいことですからね。この時間帯、Gwenレベル11。Absolutely happened a ton in these fights where T1 run through. We talked about it in the draft. Half the team is running in the backside of the fight. Whoever's either. カリスタを交えたファイトをされるのが一番嫌なんです。今は。Gets left out to dry when the tempered fate happens. Then the nocturne jumps over. なんでトップ行ったん? Gets onto the back line, and that can happen. In this case, it's all allowed to happen because Nuggery is immune. First of all, then the needlework comes through, and he jumps over here. Really nice defensive ult from Zeus. Tempered fate is locked in. Zeus like, do I come back in or not? And it's just too late. Showmaker gets on top. Yeah. Both teams were setting up for the fight. Domlin just played it better this time around. Just excellent tempered fate there, and of course a great
initial trade from Nuguri. Just pulling off the 1v2. Gwen, you know, she received some nerfs. ああ、まあ、キルは確かにそうだね。バードに入っちゃったね。間に合うかな、キル。R クールダウンだわ。あ、ちゃんとミッドタワーやっぱおるね、カリスタの時は。おーおーおーおおお、インヒビタータワーもこれ壊れちゃうね。ああ、守った。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。Now is the time where Ducton goes with his arms from free range, and then you're going to have the 1-3-1 happening with Nuguri and Showmaker at side lane. So, not at the fight of the inhibitor turret. Gwen に3キロ入ってたらゲーム壊れてたかもな。T1 負けてた。Gwen に3キロ入ったら。中断戦誰も Gwen に触れなくなって、Gwen が全部ゲーム壊していくって状態になった可能性がめっちゃあった。いや、ダメージ足りねえ。グエンが必要、グエンが。グエンがダメージ出せるか。ああ、ちゃんとリーが蹴って、ノックアップで何もさせなかったな。ああ、オナ偉い。ちゃんとグエン見てる。イズじゃないからね、怖いのは。Nautilus ult onto Ducton is pretty massive because it actually slows him down, but the true shot damage is still real. ノックアップ。はい、ずっとノックアップでノグリがスキル使えなかった。カリスタのアルティメットとリーのキックでずっと CC でノックアップさせられてて、ナーモグエンがアルティメット 1,2 回触れたの。3回振らせてもらえなかったね。だからグエンにゾニアが必要なんだよな。ゾニアも必要だし、ウィッツエンドも必要だし、ウィッツエンドじゃねえよ、ナッシャードトゥースも必要だし、グエンが4コア欲しいな。4コアあれば、ダマー集団戦作れます。4コアないと集団戦作れないっすね。いや、うまいね、今のはケリー。ドット勝ってるし、トップも差広げたかったっていうのはね、まあ、スノーボールの鉄則にはならんわね。関連ウィンは、あくまで T1 の考え方だね。スノーボールさせるにはワンレーン勝ってればいいんで、まあワンレーンというかツーレーンかな。ワンレーン主導権持っててワンレーン勝ってればスノーボールはできるんですよ。主導権がある側が勝ってるレーンに寄り添うだけでいい。でもまあトップに行ったのは 50-50 のところを勝たせに行ったから、スノーボールの考え方とは真逆なんだよね。全レーン勝ちたいっていう T1 のなんか主軸にある考え方だよね。いや、全連勝ったら確かにゲーム畳むのめっちゃ簡単ですけど、そういうことができないゲームだから。あ、てか、まあ、グエンっていうのがあかんわな、まず。これがなんかタンクとかだって、いや、でもタン、うん、まあダメージがないタンクとかだったら、多分成功してたね。ファイターじゃないとか。
thought you were going to talk about Bard, but yes. Also yes for that too. The Frostfire Gauntlet does come through. It did happen. So he's going to be まあ、欲張った欲張った。これおかげでカミールが練習動画に取れないから、あのダムワンからするともうこのノグリが守るグエンが守るタワーを T1 が取りに来た時にカウンタープレイをずっと考えますよ。ダムワンは TF とノクターンでもう このグエンを中心に考えます。今もカウンター狙ったプレイですね。この TF とノクがボットに降りてきたの。今、ノーチがジャングルに入ってボットサイドの視界を取りに来たっていうのがダムは分かったん で、カミールがかなりミッドのアウターに迫ってたじゃないですか。ボットサイドのダイブがあるかもっつって今集まってきたんです。このままトップに行ってもローテーションで負けるからドラゴン周辺の視界まで取ってっていうのを考えてますね。これショーメーカー体をわざとずっと隠してるんですよね。 T1 のミスをちょっと誘ってますね。グエン一人だよっつってグエンのところに来てくださいっつって視界の駆け引きとかもグエンにやらせてドラゴン前に視界があったりとかした場合グエンが映るから T1 に仕掛けさせた際にカウンター狙ってたんですよ今。うん。俺最近解説の方がやりてえよ。Rageblade early here, online for Guma. Okay, here we go. Play as Showmaker goes all the way in. No cleanse here for Guma. There's nowhere for him to go as he is going to be taken down in the Temper Fate.Here again, but actually, Stopwatch is what's going to save Duck Duck's life. He finally does go down, but the heavy lifting again is Nuggery. The needles come through. Yeah, it's nice, that huge front line of T1. So ends up being a trade here, but a much better trade for the side of Top のウェーブを捨ててのファイトなんで。Preemptive setup play. Now, T1 look like they make it. テンポ取れましたね。Does have Smite available.何にせよグエンが集団戦で介入できるような形をダマンは作んなきゃいけない。アカデミーの解説したら俺ずっと怒るんじゃないの。なんでこれしてんのかわからんっつってずっと言っちゃうから俺アカデミーはやんない方がいいと思う。I mean, they have a lot of damage. It's Callista early, but there's not a whole lot of damage on this team otherwise, and that's true for me. But yeah, the damage isn't quite there. It feels like 4T1. 今の T1 のトップいったプレーとかもわからんとか言っちゃう人間が。アカデミーの やつやったらあかんと思うよ。Faker and Karia will be the ones that sacrifice for it. As we do have Destiny. Alan wants to chase here. He has Tempered Fate. Actually, I mean, they're playing with fire. Showmaker's not even that healthy, but at the end of the day, I mean, T1 get away with it. It's actually a very nice tempo Baron play. Yeah, it's going to give them a lot of control over the map. Despite the kills here, it's much more significant that they'll have this pushing power and the vision that comes with it. So I think we're going to go way back to this play. So Damwon know in a 5v5 fight right now straight up, they probably can't win it easily unless they get a pick. So this is the moment where they actually pull the trigger and look for the one champion you can kill with this Nocturne ult and the combine power they get where you just...T1 も警戒してたんだけどな、トップのウェーブずっと捨ててるから。でもちょっとタワー下、ミッドのタワー下だったから、ちょっとだけ甘えちゃったね。ここはさすがにコインやろう。T1 does this so much where they're like, oh yeah, you guys escaped, haha, like you guys got away, but we're just gonna go straight to Baron, you won't expect it. And Damwon realizes this because they have a ward.But they did all back, they did all set up, so they have just enough damage with this Glista comp to take the Baron. And yes, it's at the cost of Faker and Karia's lives here. Worth. But it's way more valuable. Yeah. Yeah. Absolutely. As looking for a little play onto a Camille, that's not going to work. And Flash was used by Duck Dom. So
エズのフラッシュなんで落ちた？ファミールにフックショットでも されたのかな？Right now, Nuggery is on it by himself. Faker is coming over to deny. Just don't have a lot of vision. Damwon do not. Like, they don't have vision here. They don't have vision in their own jungle, so they can't punish. Oh. Okay, this is greedy. Where's the Faker? Oh, there he is. As Nuggery, he is in a lot of trouble. 2v1. He should be able to trade onto Faker, though. The Sonyas will be used. He's bought some time, but...お見事。グエンのポジションミスをちゃんと拾うな。まあちょっとラッキーもあったけど、今のはグエンプッシュしすぎだからね。ちょっとトイレ。This sounds so crazy, and Mal brought it up earlier, but they're playing RNG's game right now. This is the type of play that we saw from Xiaohu on Galio all throughout MSI.Vision control that's set up deep, absolutely oppressive vision control that allows you to make punish plays like this. And Damwon Kia, if they could have seen in their jungle where T1 were, they could have actually stopped this collapse from happening. They could have actually trapped Owner in the jungle there. They could have actually made a cross map play. But they're just totally blind, and Nuggery is trying to be greedy because he's like, we can't defend our inner. I have to trade for something, but he can't. Okay, Tempered Fate's out. Oh, they're trying to get Gume here once again. He does have cleanse this time, but he's just.Going to survive, actually. The damage not quite there. Nuggery was not here. The flash comes in from Showmaker. They will take down the Kalista. As now the chase is on. It's not a very easy chase, though. Duck Dom might be able to pick up Zeus here as he is going to hookshot over the wall and flash to get away from this one. Duck Dom, again, still on the chase. And the timing of this, once again, works out very well for Damwon Kia being able to set up for another Drake take.He just got it. He's gonna miss. Yeah. Sails wide. Well, nice attempt there, but Zayas is preemptively kind of taking a weird angle, so that's less likely to hit. あら、何があった I didn't mean to cut you off, but this is very important. Did you mention the Zonyas? あ、リプレイ来た、よかった。No, I did not. We haven't talked about これさっきのやつか。あ、フラッシュ落ちたやつか。We didn't discuss it, but it's very strong, obviously, in this case, and very common to build as well, obviously, for an Ezreal into the Galio Camille Compass.Yeah, we don't really need to watch this again. But he gets punished. But again, this is very difficult for Damwon Kia to do anything about because there's no vision off on their side of the jungle to stop those rotations. Okay. この CG をバロンバフでやろうとして、ああなるほど、バードのスタンからアリスタが捕まったのね。バードには無限の可能性が。ただライブが。何があった？Be able to eventually, as Kellen also on the run, no more magical journeys for him. As T1 will trade up by just one kill, and that's a cloud soul. Be able to get the cloud soul. The tempered fate is good, but the carry in this team needs to be. ドラファイトで何かあったけど、途中からだったからちょっとよくわかんない。If he was actually quite literally immune throughout the entirety of some of these fights, then yeah, this would look very look different. Look at this taunt again. It's massive. And they know he is completely unseen. He knows that he's completely unseen because there's a control ward there. Then he ults back on top of his team to give them an additional amount of shielding. And Duck Dom, yeah, he can do a lot of damage, but he's an Ezreal here. There's just too much. There's too much tankiness, too much engage. I mean, it's a Camille.And Elise in on top of you.、Yeah. You can't last forever. They're like healing. 1v2 versus an enemy. 5人全員に入ったぞ。I mean, this is the 5-man. He has control ward. He's on the other side, so there's just no way they could see him. They walked right into it. This is the second flash taunt play in this best of three from Faker that's game defining. フォーカスがこの後ブレちゃったのがもったいなかったけど。Cloud Soul's up. Baron is live. T1 have so much damage. Kalista's at three items.I mean, even Faker's near a death cap at this point. Yeah, he's, you know. He hits, actually, in this game. He hurts from ahead, yeah. They're just able to pick up those items that, on even footing, they would not have been able to. So, it is very nice to see that he is going a damage build here. Certainly bolstering. It's not just going to be Guma. They have identified that he has been the main target, so Faker doesn't have to be as tanky. But either way, we are looking...
another fight here around the Baron. T1 once again just trying to deny as much vision as possible. あー CC がないからダムはもう苦しい。追いついたように見えて戦えてるように見えてるけど、正直 TF のアルティメットがめっちゃ大事だね。てかもう TF が本当大事。ポジション取りに行けない。ノクターンも体張ってポジション取るようなチャンピオンじゃないから、ディエゴだったらこういう時視界取れるんだけど、ノクターン TF。ちゃんとグエンから。素晴らしい T1。ディエゴなんで取らないんだ。カミオンで確かディエゴのピック率低いんだよね。以上にその牽制じゃないの。Both of these games were very entertaining, and T1 will eclipse their own org's record. The record set by SK Telecom T1 in 2015 of 23 wins in a row in regular season and playoff games together. Across multiple seasons, this team has remained dominant. Yes, they lost a fifth game.あら、まあ今シーズン1回もディエゴ使ってないんだ。そうですね、T1 は無敗ですね。Kind of insane that this team has broken such a his-